申し込む。自分の罪は自分で背負う。小泉今日子と豊原康介、生コメントも状況変わらず。日に揃って不倫関係を公表した女優で歌手の小泉今日子と俳優の豊原康介だが、小泉が2日に報道陣に対応し、豊原が3日に都内で会見したことを各メディアが報じている。小泉は現在3月2日に開幕する主演舞台トップ女東京下北沢の座鈴なりの稽古中で、稽古場入りする際報道陣に対応。豊原さんと結婚するんですか、なぜ不倫を公表されたのですか、などとやつぎ早に質問を投げかけられると、1日に発表した文章をジャンと読んでください。結婚するとかそういうわけではありません、と毅然とした口調で結婚を否定。さらには自分の罪は自分で背負って生きていきますと話し、お騒がせしてすみませんと頭を下げて稽古場へと入っていったという。豊原は会見で、どんな石でも投げつけたい方は僕に投げてくださいと自らが矢面に立つ覚悟を口にしたのだとか。しかし妻との離婚問題について突っ込まれると歯切れの悪い答え。にもかかわらず女性として恋愛感情があるのは小泉さん、と聞かれはいと明言。自分にとっての小泉の存在を聞かれると、天然記念物、面白い人ですと笑顔で話したというのだ。当事者の2人はかなりの英断だと思っているようで、見えない力があるのでマスコミは2人に忖度しすぎ。しかし小泉は豊原の妻子に対して全く謝罪していないし、豊原も離婚問題をのらりくらりと交わす始末。2人が不倫を公表後、ネット上では2人に対する批判が殺到。日に日にその数は増えているのが現状。週刊誌記者、が急場を乗り切った小泉と豊原だが、この先大きな波乱が待ち構えていそうな予感がするのだが。